はい、皆さんこんにちは、亀の子あたちです。はい、今回ですね、あの消しゴムでおなじみのシードさんから面白くて変わった消しゴムが登場。いやー、面白いのが出ましたよ。はい、もう今回ちょっとね、紹介するのがワクワクしております。はい、でね、シードさんってね、皆さんご存知ですかね。はい、まあこちらのね、消しゴムでおなじみです。はい、こちら、この水色のね、消しゴム。はい、皆さんこれ見たことありますよね、もう。はい。あのね、これ、昔からね、有名です。で、これ、あれ、レーダーっていう会社じゃないのって思われるかもなんですけど、はい、これ真ん中ご覧ください。この縦長のこのシードって書いてあるんですが、はい、これが会社名です。で、このレーダーシリーズっていうのがロングセラーでずっと続いてるような感じなんですよね。まあ、いろんななんちゃらレーダーみたいなのがいろいろバーってね、出続けてます。で、今回ね、紹介するやつもこのレーダーシリーズの、まあ、仲間なんですよね。でね、2019年ですからね。はい、まあ、その時にね、面白いね、話題になったレーダーが出ました。はい、それがこちらになります。こちら、はい、これがね、クリアレーダーっていうやつなんですけどね。はい、皆さん分かりましたかね、これ指。はい、そうなんですよね。これなんとね、スケスケの消しゴムなんですよね。いや、これが新鮮だ、面白いみたいな感じでね、かなりこれがね、 SNS の方でも話題になりましたし、はい、メディアとかでもね、いろいろ各種取り上げられて、もう皆さんご存知の方いらっしゃるかもしれないです。で、今回ね、紹介するやつがね、この、まあ、レーダーシリーズなんですけど、このクリアレーダーと結構似たやつなんですよね。で、さらにこれにちょっと付加価値がついたようなやつなんでね、これはちょっと見逃せないですよね。はい。というような感じでね、まあ、シードさんね、まあ、2018年に50周年を迎えました。んで、その次にこれが出てね、はい、今回2020年にね、面白いやつが出たんでね。はい、皆さんぜひ今回のやつ最後まで見ていただいて、チェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、今回はなんとですね、太陽の光で色が変わる消しゴムになります。はい、ということでね、まあ、今回ね、撮影にあたってね、いろいろまあ苦労したところもあったりするんですけど、まあ、皆さんにね、まあ、その辺も含めて紹介したいなと思うんで、ぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということですね、まあ、今回ね、紹介する消しゴムの方を出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、うわ、眩しいって思われた方いらっしゃるかもなんですけど、はい、これ上からね、光をね、当ててるんで、まあこういう風にするとね、まあ斜めにするとこんな感じに見ることができます。はい、まあ今回ね、紹介するやつが、はい、これ3がね、こういう風につくんですけど、太陽のレーダーになります。はい、いかがですかね、これ。はい、これね、若干ね、透けてるんですよね。はい、ちょっと後でね、このスリーブをね、取った状態の方がより分かりやすいんで、はい、まあ見たいなと思うんですけど、これもう指がちょっと透けてるの分かりますかね、今。はい、まあ、クリアレーダーまではいかないんですけど、若干ちょっとね、透けてるっていうやつになります。でね、今回ね、 RGB みたいな感じで出たんですよね。でもそれぞれね、色合いがですね、ピンク、ライトグリーン、ライトブルーのこの3色が出た感じになります。はい、これね、2020年の12月14日から、まあ、メーカー出荷開始になって、まあ、順次ね、お店の方で置かれてると思います。まあ、この動画収録してるのが2020年の12月19日なんでね、まあ、今ないよっていうところもあるかもなんですけど、まあ、順次ね、置かれるんじゃないかなと思うんで、ご安心ください。お値段の方はですね、150円になります。はい、ということですね、まあ、これについてね、まあ、いろいろ紹介していきたいんですけど、まずはね、このピンクのやつをね、これ手に取ってみて、まあ、いろいろ見渡してみたいなと思います。はい、まあね、ここのところのパッケージは、まあ、3がつくぐらいで、まあ、あんまり変わりはないですよね。で、まあ、太陽の光で色が変わるっていう風なね、まあ、ちょっと、はい、気になるね、ね、キャッチコピーみたいなのが書いてありますよね。はい、でちょっとね、この辺とか、まあ、見てみましょうか。ちょっと大きくした方がいいかな。はい、ぐーっと。はい、まあ、この辺に関してはね、そんなに変わったことは書いてないですね。はい、まあ、こんな感じになってます。はい、でこの後ろのとこ見ましょうか。これ、はい、まあ、ポイントって書いてあります。はい、太陽の光で色が変わります。おー、気になりますよね。はい、ね、まあ、太陽は直視しないでください。まあ、これは当たり前ですね。で、天候や季節等により、はい、この変色度合いが変わりますって書いてあります。まあね、これ動画収録してるのが2020年のね、まあ、12月なんでね、ちょっと冬です。まあ、これね、もっとね、夏の日差しがガンガン照ってる方がちょっとより変化が面白いかもしれないですね。
で、まあ、長時間光に当て続けると劣化しますので、使用後は直射日光を避けて保管してください。はい、これちょっとポイントですね。はい、結構これね、まあ、動画をご覧の方が、まあ、お店の方はね、これちょっと注意してくださいね。これ置く場所がね、結構火がガンガン照るところだと、ちょっとね、心配だったりするんで、まあ、日陰に置くようにしてください。ただね、まあ、日陰に置いたら置いたでね、ちょっとあまり目立たなくなるかもしれないんでね、これ皆さん、ぜひね、まあ、棚のね、下の方とかね、はい、まあ、その辺の方までね、まあ、チェックして、今回のやつ、まあ、見つけるようにしてください。もうね、出荷してますよ。はい。というような感じで、まあ、ここのところを見てみると、今回の名前が書いてありますね。これ、太陽のレーダー、PV ってついてます。これ、ピンクが PV、ライトグリーンが LB、ライトブルーが BG っていうのがついてるんですけど、まあ、あんまりその辺は、深い意味はないと思います。で、これ、150円って書いてあって、まあ、PVC ですね。はい、になってるやつになります。はい、まあ、これは素材ですね。で、まあ、メイドインジャパンって書いてあって、まあ、こういうふうに、まあ、株式会社シードさんから出されてるっていう、まあ、こんな感じのやつになります。で、今回のね、これなんですけどね、はい、これこういうふうにね、ずらしてみるとですね、はい、これ若干ね、このスリーブのところにグラデーションのね、これピンクだとピンクの色がこういうふうに乗ってるような感じになります。で、こうしてみるとより、はい、まあ、今回透けてるっていうことがわかりますかね。はい。じゃあちょっとね、まあ、他のやつもね、ちょっと見てみましょうか。はい。まあ、特にネーミングのところを見比べてみましょうか。もう書いてあることはほとんど一緒なんですけど、まあ、変わるとこといえば、まあ、この辺ですね。まあ、先ほど言った PV、BG、LB のとこぐらいです。まあ、値段はそれぞれ書いてあるんで、まあ、150円になる感じですね。はい。で、まあ、ちょっとこのスリーブのところをちょっと、まあ、ちょっと取ってみるんですけど、よいしょっと。はい。まあ、こういう風に撮ってみるんですけど、ご覧ください。はい、まあ、RGB の順にしましょうか。はい。はい、まあ、こんな感じでですね、ちょっとグラデーションがこういう風についた感じになるんですよね。で、まあ、グラデーションを、まあ、ちょっとこれはなくした状態だと、まあ、こんな感じの色合いになります。まあ、若干ちょっと緑が薄めかな、みたいな感じですね。はい。で、まあ、緑の透け具合が一番、まあ、大きいかなっていう感じがします。はい。まあ、こんな感じになってます。ということでね、ちょっとね、まあ、戻しますね。はい。で、ちなみにですね、このスリーブなんですけど、ちょっとね、工夫がしてありましてね、はい、四隅のところが、はい、ちょっと若干、カットしてあるような感じになります。まあ、こんな感じですね。はい。なんで、まあ、力がね、加わった時に、まあ、ここのところが、まあ、角が当たって、ここからちぎれるっていうふうなね、まあ、トラブルが、まあ、避けるようにね、まあ、ここのところに切り込みがちゃんと入れてあるっていう感じになります。で、硬さに関してはね、まあ、硬めですね。なんで、まあ、これ、まあ、レーダー、これはふにゃふにゃで結構柔らかい感じなんですけど、まあ、これよりも、このクリアレーダーはちょっと硬い感じなんですよね。まあ、ちょっとクリアレーダーに本当になんか近いような見た目な感じになります。はい。ちょっと受けてますね。はい。ね、ちなみにですね、このね、大きさなんですけど、このね、S の80ですね。はい、まあ、これ80円です。シードさんって結構値段がわかりやすくて、この後の S の後の80ですね。まあ、大体この数字の値段がついてるんで、まあ、これ80円に対して、まあ、このクリアレーダーもこれ150円。まあ、これも150円みたいな感じなんで、まあ、2倍近くちょっと値段が差があったりするんですけど、まあ、大きさに関してはこんな感じで一緒みたいな感じになります。まあ、大きさはですね、55×21×12mm になるんでね、まあ、もし大きさの方を気にされている方は、まあ、その辺、チェックしてみるようにしてください。はい。という感じですね、まあ、大体、まずは最初にこの見た目に関してはこんな感じの違いがあります。はい。ということでね、まあ、今からですね、まあ、色についてね、まあ、やっていきたいんですけど、今回ね、実験するにあたってね、まあ、いろいろ準備したものがあるんでね、ちょっと出したいなと思います。はい、こちらになります。はい。まあ、これ黒い筆箱ですね。はい。あとはですね、この、はい、ストップウォッチです。はい。まあ、これを用意しました。まあ、どれぐらいのね、秒数で色が変わっていくのかな、みたいなのがちょっと気になったんでね。はい。まあ、これらとか、まあ、あとはね、いろいろ、まあ、用意したものが他にあったりとかで、まあ、それは後で紹介したいなと思うんですけど、はい。ということでね、じゃあ今回ね、まあ、こんな感じで、まずは、筆箱ですね。はい。まあ、これをこんな感じで使いました。はい、まずはね、消しゴムとね、まあ、この筆箱を用意しました。で、この中に、まあ、こんな感じで、まあ、入れてあげて、はい、まあ、蓋をした状態にしました。でね、まあ、この状態にしてあげて、はい、今回ね、このカメラの方をね、ちょっと窓際の方に持っていきました。はい、で、まあ、セッティングしたのがこちらになります。
じゃん。はい、こんな感じですね。はい。まあ、ちょっとね、窓をね、ちょっと閉めまして、はい。で、あの、光がね、まあ、こういう風に当たるようなところに、まあ、こういう風に三脚の、ちょっと首を長くしたようなやつですね。はい。まあ、こういう風な、まあ、三脚があるんですけど、まあ、これを持ってきて、ここにカメラをつけた状態で撮りました。でですね、まあ、これをですね、ここのところがぐるんとちょっとね、回るようになってるんですよね。はい。まあ、こんな感じです。はい、こんな感じですね。はい、首がこういうふうに180度こういうふうに回るようになったんで、まあ、こっち側にね、まあ、日陰でこれ、火が当たらないところです。まあ、ここにあの、蛍光灯のね、ライトを、まあ、持ってきまして、これを当ててる状態です。まあ、ここに置いてある消しゴムをこっちに持っていって、まあ、どういうふうに変わっていくかっていうのを、まあ、ストップウォッチでね、はい、秒数を測ってたみたいな、まあ、そんな感じになります。はい。という感じで、まあ、こういうふうに三脚の方とかも、まあ、セッティングした状態にしまして、はい。でね、まあ、今からがね、ちょっと動画を出してみるんですけど、はい、こちらです。はい。まあね、冬なんでね、なかなか天気の方がね、あんまり優れないんですよね。まあ、こんな感じの曇り空なんですけど、まあ、若干こうやってね、はい、今ちょっと動画はループしてるんですけど、はい、まあ、ちょっと青空が見えてるみたいな、こんな感じの環境でやった感じです。まあ、光が差し込んだ時を、まあ、見計らってね、はい、今回動画を撮ってみた感じなんですけど、はい、じゃあまずはですね、はい、じゃあ気になる、はい、色の変化の方をね、見ていきたいなと思います。はい、こちらの動画になります。はい。まあ、これね、光がね、ちょっとこっちからもろ当たってる状態撮ってるんで、ちょっと逆光気味でね、ちょっとこの液晶ディスプレイが分かりにくい感じなんですけど、まあ、こんな感じで筆箱に入れてた消しゴムを取り出しまして、はい、赤と緑と青のやつですね。はい、まあ、これをやって、まあ、ストップウォッチを押した感じになります。はい。まあ、今光がこっちから当たってるんで、影がこういう風に伸びてるんですけど、はい。まあ、結構雲の合間とかでね、まあ、光が入ったり出たりみたいな感じで、今はあんまり光が当たってない状態なんですよね。ただね、これがですね、まあ、動画、まあ、今から2分ほど続くんですけど、ご覧ください。ちょっとね、今光が強くなってきましたよ。はい。強くなってきて、はい、いかがですかね。これ色がね、だいぶ変わりましたよね。はい。まあ、ピンクが結構紫寄りのバイオレット。で、緑がブルー寄り。で、ブルーに関してが緑寄りに、ね、なるっていう風なね、こんな感じで変わっていってます。で、今またね、これ太陽がですね、はい、雲に隠れていった感じで、はい、だんだんこれ、はい、そうするとですね、色がね、これ、戻ってってますよね。いや、面白いですよね。はい、色が戻ってってます。はい、まあ、話している間に、まあ、だいたい1分ぐらい経ってったんですけど、はい、今結構雲に太陽が隠れてて、はい、結構元のね、色の状態に戻ってったんですけど、はい、こちら、これがね、注目なんですけど、ちょっとね、このライトブルーですね。はい、これに関してはちょっとね、変化が遅いみたいなんですよね。でね、また今ね、これ喋ってる間に、だんだん、またちょっとね、はい、太陽がだんだんこういう風に強くなってきて、はい、影も濃くなってきて、はい、ご覧ください、これ。はい、いい感じに変わりましたね。いかがですかね、これ。はい、いい感じでこういう風に変わりましたよ、これ。はい、紫にね、だいぶ変わりますね。はい。今これが一番この動画撮ってる中で強い感じかな。でね、これ若干ですね、この先端の方がね、イエローがかったような感じになったんですよね。はい。ちょっとピックアップしてね、こういう風に見てます。はい。やっぱ光が当たってる上の部分の方がね、結構色が変わってるなっていう感じがします。はい。で、まあね、これグリーンがもうブルーみたいな感じになってますね。で、ブルーがね、これもグリーンみたいになってるんですけど、ややちょっと黄色みを帯びたような感じになってるのがね、これ面白い感じですよね。はい。というような感じがね、はい、まあ今回のね、まあこういう風なやつの、まあまずは変化みたいな感じですね。はい。という感じで、まあストップウォッチを止めまして、まあバイバイしてるみたいなね。はい。まあこれが、まあ今ループが開始になったんですけど、はい。これがまあまずは変わる段階の、まあ2分間ぐらいでした。じゃあ今度はね、逆にですね、はい、色が変わった状態から、はい、まあ先ほど見たように、これをぐるっと回して、こっちに急いで持ってきたやつを今からちょっと、動画収録したやつを出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、今これ色はもう変わりきってる状態なんですけど、はい、まあ、ストップウォッチの方をまとめて、まあ、リセットしまして、反対側にまあ持ってきた感じです。で、今からね、三脚の方をぐるっとね、ひっくり返す感じです。はい、ぐるんとひっくり返して、はい、光に当たってたやつを今からポンとこういう風にね、急いで持ってきて、用意ドンでストップウォッチを押した状態です。はい、いかがですかね。はい、まあ、どれが一番早く色が変わっていくかなっていうのがね、気になりますよね。はい。まあ、ちなみにこれ元の色ですね。はい、もうだいぶ違いますよね。はい、これでこれかな。いかがですかね、もうだいぶ色が違いますよね、これ。はい。
でね、これね、面白いことにね、もうこれ反応速度がね、まあ、一番いい感じで早く戻っていくのがこのピンクですね。このピンクが一番変化も早くて戻りも早いっていうやつです。もうだいぶ色がね、はい、まあ、戻ってきたみたいな感じですね。はい、でまあグリーンもね言ってる間に今戻ってきた感じです。まあ約30何秒ぐらいで、まあ、戻るかなっていう感じです。ただねこのねブルーに関してはねこれがねちょっと若干遅い感じがするんですよね。はい、なんでまあ結構こういうふうにじわーっと変わっていくのが好きな方っていうのはこのねブルーのやつがおすすめかもしれないです。で早く切り替わる方が好きだよっていう方はねこのピンクとかね、まあ、この下のグリーンのやつがおすすめかな。はい、という感じでまあこういうふうにまあループした感じになります。はい、というような感じでね、まあ、色の変化っていうのはちょっと別のね、まあ、収録した感じなんですけど、こんな感じで引っ付けてみました。じゃあね、ちょっとね、写真を撮ったやつもね、ちょっと出していきたいなと思います。はい、まずはですね、まあ、外に単純に出したやつがこちらになります。はい、これね、こんな感じで色変わるんですよね。はい、もうだいぶ色変わりましたよね、これ。はい、で、これをですね、まあ、ちょっと比較で、まあ、このクリアレーダーですね。はい。まあ、これも持ってって当てたやつはまあこちらになります。はい。まあ、クリアレーダーのこれに関してはね、まあ、特に色は変わらないんで、はい。まあ、そのままだなということはお分かりになるかなと思います。まあ、これを急いで室内に持っていきました。はい。するとですね、はい。まあ、室内で、これがちょうど変わる中間あたりですね。はい。で、まあ、次に完全に変わった後を出したいなと思うんですけど、こんな感じで戻っていく感じです。はい。まあ、こんな感じの色の変化が起こる感じですね。で、またこれを外に持っていくと、まあ、こういう風になっていく感じですね。あ、ちょっとこれクリアレーダーが映ってたんで、これを撮りますね。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、こうなっていったんが、またこれに戻るっていう感じですね。で、まあ、これを経って、こうなるというか。はい。まあ、こういうようなサイクルをしていくかなっていう感じになります。はい。で、これね、これ、色が変わるんって不思議ですよね。はい。じゃあ、どんなね、光をこれ当てたらいいんだろうっていう感じになります。今、これ、普通に当たってるのが、これ、普通の照明光ですね。勉強とかで使うような、普通の、はい、光が当たってる感じなんですけど、それだとね、色が変化しないんですよね。じゃあ、ちょっとね、これをですね、まあ、ちょっと、まあ、さっきはね、太陽光っていう、まあ、自然の、まあ、光の力を利用した感じなんですけど、はい。じゃあ、ちょっとね、ここでね、まあ、文明の力といいますかね。はい。ちょっとね、とあるアイテムの方を出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、こちら。これがですね、レジンって皆さんご存知ですかね。はい、まあ、こんな感じのちっちゃいアクセサリーみたいな、最近結構レジンでなんかいろいろやったりするのが結構流行ったりもしてます。あとはまあネイルとかでもちょっと使われたりするのかな。はい。まあ、結構女性の特に方とかね、結構レジンでアクセサリーみたいな、結構ハンドクラフトとかで有名で、まあ、こういうのを持ってる方いらっしゃるかもしれないです。まあ、レジンっていうのがね、こういうふうなね、とある波長の光を当てることによって、その樹脂が硬化するみたいな、そういうような特殊な液体で、まあ、作ったりするやつなんですよね。まあ、レジン液って言ったりするんですけど、はい、まあ、その時にね、この照射する光っていうのが、実は紫外線の領域、結構短波長、はい、短い光の波長を当てるような感じなんですよね。まあ、特にこっちの方がそうかな。はい。この365ナノメートルみたいなね、波長ナノメートルとかで表すんですけど、はい。まあ、そういうのはね、まあ、紫外線をつまり当ててあげることによって、色が、これは硬化するっていうやつなんですけど、はい。これに関してはね、紫外線領域の短波長を当てると、実は色が変わるんですよね、これ。はい。ということでね、じゃあ、今度ね、中身の方ね、もう取り出したやつあるんで出したいなと思います。はい、こちらになります。はい、まあ、こんな感じです。ちょっとね、これUSB 給電がなんとできるやつなんで、これちょっと線をね、今つけてる状態なんですけど、はい、後ろはこんな感じになってます。で、こんな感じでこういう風に開くんですよね。はい。でね、ここのところのね、まあ、ボタンを押してあげると、紫外線が当たる感じです。ただ、これ目にね、あまり良くないんでね、はい、まあ、その辺は注意してください。はい、ということでね、まあ、この色の状態なんですけどね、じゃあちょっと再現してみましょうか。はい、ということでね、これ光の方をやってみます。はい、用意、スタート。はい。まあ、これは太陽光よりもね、かなり強い力なんで、こういう風に当たってます。でね、これを撮ってみます。いきますよ。せーの。じゃーん。はい。まあ、こんな感じでですね。はい。まあ、人工的にね、まあ、こういう風に、まあ、色をまあ変えることも一応できます。ただですね、これ横のところご覧ください。もう上のところに強く照射したんで、なんかこういう風にかまぼこみたいな感じで、はい。上のところだけなって、はい。さらに、ふわっとこういう感じで、もうすぐ戻っていくような感じなんですよね。なんでね、ちょっとですね、まあ、自然の太陽光とはちょっと違うような、変化が見て取れました。はい。でね、あんまりこの、これのライトの紫外線というのは、普通の太陽光よりも強いやつなんでね、あまりやってると、ちょっとこれの劣化につながるかもしれないんで、まあ今のやったやつはね、ちょっと自己責任に思ってください。
はい、というふうな感じのね、結構こういうふうに色がね変化するっていうやつなんですよね。結構面白いですよね。はい、でちなみにですね、あの太陽光でね、あのやるとですね、はい、まあこういうふうな感じで、まあすぐ、まあこれ結構曇りの状態だったんですけど、こんな感じで色は変わることができます。いやいや、やっぱりちょっとね黄色みを帯びた感じになりますよね。はい、でね、まあこういうふうに太陽光だともう全方位からバーって光が当たるんで、こんな感じであのまんべんなくね、あの色が変わるような感じになります。まあ先ほどみたいに局所的に上だけ変わるみたいなことはない感じです。はい、というような感じのね、結構面白い特徴を持った、まあ、色の変化をするという感じでした。じゃあね、今からですね、まあ、これの消し味についてね、ちょっと見ていきたいなと思います。ということでね、こちらの方を出したいなと思います。じゃーん。はい、まあ、これね、事前にですね、はい、もう上はね、あの 10H から下はね 10B までね、はい、まあ、ここまであんまりあの、まあ、書いたり、まあ、使う人いないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと、まあ、こういう風にやってみました。はい、まあ、これピンクとね、あのライトグリーンとライトブルーの、まあ、今回の太陽レーダー、太陽のレーダーですね。で、あとはクリアレーダーと普通のレーダーと、あとはモノの、はい、まあ、トンボ鉛筆さんのこの、はい、モノでね、ちょっと消してみてね、ちょっと書き味、あの消し味のね違いについて見ていきたいなと思います。じゃあまずはね、太陽のね、このレーダーからいきましょうか。はい、まあ2往復しましょうか。はい、これが1回こういう風にいって、まあもう1回往復します。で、まあもう一回スーッといく感じですね。スーッと、はい、はい、というのはね感じですね。はい、今あのこれ全部のやつをやってみました。はい、まあこんな感じになります。はい、いかがですかね。もう下の方とかね、もうあんまりあの使うことはないですね。まあ、この 4B のところあたりから、まあ 2B あたりのところですね、 2H ぐらいのところぐらいですかね。はい、まあ、このあたりのあの消え味、まあいい感じでね消えるかなと思います。でね、あの消しカスなんですけどね、はい、まあ、クリアレーダーとかの方とか、まあ、この太陽のレーダー、結構こういうふうにあのポロ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 、こういうふうにあの消しゴムのカスについては結構短めになるんでね、はい、まあ、その辺が注意が必要かなと思います。まあ、一方このモノとかですね、このレーダーのやつですね、はい、これに関してはあの割とあの長めな感じになってきます。はい、というようなまあ違いがありますね。まあね、まあ、ちょっとやっぱりまあ若干レーダーとか、まあモノとかの方がまあ消し味に関してはまあいいんじゃないかなと思うんで、はい、まあガチでね、あのまあ消し味について求められる方はまあこちらを買っていいんじゃないかなと思います。でもそんなにまあ気にならず、まあいい感じでね、まあこちらのやつも消すことができるんでね、はい、あのまあこちらも全然あの実用的に使っていただけるんじゃないかなと思います。ちなみにね、あの消したね、あの跡に関してはこんな感じになります。はい、まあ、ちょっとこんな感じで、まあ、なっちゃうんですけどね。はい、まあ、でもね、健全、こういうふうにやってあげると、まあ、こんな感じになるかな。はい、まあ、これはね、まあ、窓際とかにね、置いたりとかしてね、はい、まあ、変化とかをね、見たりとかするのが楽しいかもですし、まあ、最近ちょっとなかなかね、学校とか大変だったりするんですけど、まあ、授業とかでね、まあ、席がね、窓際とかになった時は、これ結構変化が楽しめて、まあ、ラッキーなんじゃないかなって思ったりもします。はい、というような感じですね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方は、ぜひグッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。